皆さんこんにちは、マンダリクルビシです。では今回は、デートの決断3、バーブキット PC 版、デート機械戦シナリオの続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、トラック奪われていたところを奪還して、再び要塞化を進めています。で、ここにはですね、守備隊、さらに要塞というものをね、再建しているところなんですけども、それに先んじて航空隊を大増強をかけています。この目的は、ズバリ、サイパン、グアム、この攻略を行っていこうと思っています。このサイパンとグアムがアメリカにある以上ですね、常にトラック、もちろん、クレ、本土にも爆撃機が飛んでくるという状況になっているので、これを取り除いておきたいという思いです。もちろんトラックのね、航空隊だけでは勝負にならないので、ペリリューにも航空隊を大増強中です。ご覧のように石切り港をね、続々と入れている状態なので、この航空隊の配備が終わり次第ですね、この硫黄島の航空隊と合わせて、一気にサイパン、グアムに空襲をかけていこうというふうに思っています。そのため足の長い石切り港を中心に配備を進めています。もう一つですね、新型の爆撃機、新山。数はまだ少ないんですけども、爆撃力が圧倒的にアップした、まあ、石切港の攻撃機に相当するですね、この新山。これもあるだけ投入していこうというふうに思っています。で、艦隊戦力なんですけども、トラックからはですね、第2、第6艦隊。これは、ヤマト武蔵の戦艦部隊ですね。さらに第6艦隊。これが、小沢機動部隊ですね。これにはですね、直縁を 50% つけて、戦闘機中心に配備をしています。敵の直縁をね、排除する目的になります。で、硫黄島の方には第10艦隊入れてまして、第10艦隊の方は近藤さん艦隊ですね。で、この近藤さんの艦隊の方にもですね、同じく、冷戦、戦闘機を中心に配備して、直縁を50。相手のグアム、サイパンの直縁機を潰すという目的になります。で、あとは突撃用にペリリューに第4艦隊。これは駆逐艦1隻なんですが、高速33ノットで敵の守備隊が減ったら突撃をさせるという内容になります。では早速軍令部の方に行きましょう。で、作戦を今、ヨーロッパ、オーストラリア方面3カ所の攻略になってるんですけども、これをですね、変えます。サイパン、グアムの攻略に変えましょう。で、グアムの方を先に陥落させられるかなと思うので、まずはグアム。この基地攻略を採用します。で、グアムが陥落したらすかさずサイパンに行ってサイパン攻略。これによって、臨場産2つ取りですね。今残念ながらですね、日本。頑張って鉄、アルミは備蓄だいぶ増えてきてるんですけど、お金が今度なくなっているので、サイパンとグアム攻略による臨時予算の確保。これはね、絶対にやっておきたいと思っています。相変わらず技術力の差はいかんともしがたいんですが、アメリカとの差。ただ、備蓄量で言うと、そんなにもう負けてない状態になってきているので、これをなんとかね、うまく、いい機会と捉えてサイパン、グアムを攻略してしまいたいというふうに思っています。では、時間を進めていきます。夜明けとともに空襲を行っていきます。では、まず、第6航空艦隊。まあ、これは小沢さんの艦隊ですね。小沢さんの艦隊から第1波攻撃を出していきましょう。目的はグアムです。はい。敵の直縁が45ギリ出てますね。味方の損害が24。要塞と削ったんですけど、飛行場の破壊ができなかったので、飛行場を中心に狙っていきたいと思ってます。飛行場を破壊して、敵のね、航空機が出れない状態を作っていきたいと思っています。で、グアムの航空隊60機。うわ、これ厳しそうだなぁ。味方の直縁が25撃墜されてますね。
では続いて第10艦隊ですね。サイパンの空撃、ちょっと距離があるのでまだ出れないんじゃないかな、数がね。50機であれば一旦様子見しましょう。できればグアムを集中攻撃したいので、そのあたりも念頭に入れておきたいと思います。硫黄島の航空隊。これがグアムに届くので、グアムに78機、石切港冷戦52型。冷戦の52型の距離3000、2000かな？飛べるようにしてありますね。で、あとは、月光。月光は3000飛べるようにしてあります。これは改造をかけてますね。では、これで空撃かけていきましょう。はい。まず、グアムの方に空襲かけてます。で、要サイド0にしました。敵の直営の数も減らしてます。なので、ここから基地航空隊でガンガン、グアム上空を飛ばしていきましょう。サイパンの方がまだ手つかずなんですけども、サイパン、グアムともにですね、今、スパイを入れるお金がないので、スパイ入っていないんですが、航空機が200機前後、守備隊が90前後入ってます。なので、まずグアムを集中攻撃して、グアムを陥落させて、続いてサイパンという選択肢ですね。もう敵の直縁はグアム上空いないので、自動選択で、コンピューター任せでプレイしていっちゃいましょう。石油量を削ったか。飛行場を削る必要もないので、もう守備隊を集中攻撃してほしかったな。まあ、この硫黄島、トラック、ペリリューに爆撃機という爆撃機を集めているので、3方向からの同時攻撃にアメリカ軍も対応できていないと見えますね。これなら、グアムを落とせる。サイパンの航空隊ですね。味方の直縁が17しかいないところに敵の航空機107。かなり厳しそうだな。はい。小沢機動部隊ですが、空母2隻を失っています。さらに駆逐艦も失って、直縁がゼロになっているので、かなり厳しい状態になってますが、このままグアム攻略、続けていきます。もうこんだけ数が減っちゃうとね、空撃の力も落ちてはきちゃいますけども、まだ随核残ってるので、シナの随核が残ってるうちになんとかね、攻略を進めていきたいなと思ってます。では、グアムに対して、戦艦武蔵大和が、攻撃できる状態になりましたので、ここから砲撃戦を開始していきましょう。要サイドを削り、守備隊も少し削りましたね。もう敵の直面はいませんので、このままゴリゴリ、敵の守備隊を削っていって、航空隊の方はサイパンの攻撃に変更していきます。では、グアムの方、だいぶ敵の艦隊、敵の陸戦隊削りましたので、いよいよここで突撃の第4駆逐艦隊。これで高速で、グアムに部隊を上陸させていきます。うまく決まってくれれば、グアムがね、我々の手に落ちるので、そしたらサイパンを総攻撃してですね、これを撃破していくということをやっていこうかなと思います。で、サイパンの方はまだ航空隊残ってるんですけども、第6艦隊、これ空母、随核と、もうシナの正規空母しか残っていないので、一度マニラに戻します。航空機の数がね、圧倒的に少なくなってしまったので、もうお荷物なので戻します。第10艦隊ね、もともと航空機の数少ないんですけども、これは残しましょう。これでなんとかね、敵のサイパン基地攻略を進めていきましょう。65機。もう敵のね、直縁の数はだいぶ減らしてはあるので、あとは、守備隊をどう削っていくかですね。ここまでね、多大な犠牲を払っていますけど、
犠牲を払った甲斐があり、敵の食塩の数はもうだいぶ減ってますからね。このままご利用します。そしたらまず、第二艦隊の方が先に、陸戦隊を下ろしちゃいましょうか。第4駆逐艦隊の出撃が遅くなっているので、先に大和武蔵から陸戦隊を下ろします。で、サイパンの方は、もうゴリ押しで、一式陸を送り込んでいきましょう。敵の直縁の数5まで減ってますね。要サイドも削ってあるので、守備隊を削るだけ。まあ、空母をね、3隻、軽空母、失ってますが、ここまでね、軽空母3隻であれば、グアム、サイパンを取れることの方が、はるかに、メリットが大きいので、攻略を続行します。これでグアムが取れる。グアムの方には陸戦隊が上陸しましたね。では、ここからはサイパンを削っていきましょう。これでグアムを取りました。で、この後はすぐに作戦目標をサイパンに変えて、姑息ではありますけども、金をね、もらいに行きましょう。これで、次、サイパン攻略して、臨時の予算をさらにもらいます。今1万7000もらったので、これでサイパン攻略に変えて、サイパン攻略でまた、金をもらうと。まあ、本当にお金が0円だったので、1万7000が入ってきたのは大きいな。とりあえずハワイにスパイを送ります。スパイを入れる500すらお金がなかったんで、スパイを送って、あとは作戦察知に変えます。これをね、やっておくことができなかったことによってトラックを陥落させてしまったというのもありますからね。敵の作戦を察知できていれば、トラックに事前に戦力や艦隊を送り込んでおくこともできたと思うんですけども、まあ、残念ながらそれができなかったというのが、トラック陥落のね、一因にもなっていると思いますので、ハワイには即スパイを送り込みましょう。では、サイパン攻略に変えます。で、ペリリューの方は、残念ながらサイパンまで航続距離足りないので、ペリリューは作戦目標を防衛に変更。このまま攻略を進めましょう。ね、気になる敵の空母艦隊と戦艦艦隊なんですけど、ハワイの方にもいないので、今ちょっとどこにいるのかわからない状態になってますね。ミッドウェイの方にもお金使いますか？ミッドウェイの方にも艦隊はいませんね。スパイを入れましたがいない。今一番怖いのが、その艦隊が救援に向かってきているとかね。あるいはクレを狙ってるとか、そういう状況が一番怖いんですけども、敵の艦隊が発見できてない状態なんで、注意はね、常に払っておきたいと思います。では、サイパン攻略ですね。まずは、砲撃で敵の守備隊を削っていきます。ミカミックス得意のゴリ押しですね、もうこっからは。直縁の数をだいぶ減らせているので、このままサイパンゴリ押しで陥落できれば、まあ、東太平洋一帯の制海権、ミリタリーバランスを一気に
日本側に持ってくることができるので、これによってウェイキーだったりラバウルだったりっていったところへの救援がしやすくなりますね。今もうラバウルに関しては見殺し状態になってしまってるので、まあ、すごく良くない状態かなと思うんですけど、サイパン、グアムがあればトラックを安全に経由してラバウルにね、救援を送れるということで、ビアクウェアクの攻略も進むかなと思います。では、第10艦隊も陸戦隊を下ろしましょう。これで第4艦隊と第10艦隊から陸戦隊を下ろします。ヤマト武蔵はこの後一度呉に戻して、呉で修復。もう、呉がね、サイパン、グアムからの爆撃機に怯える必要がなくなりましたので、呉で修復を行いために戻しましょう。で、失った空母なんですけども、これは今、昇格型、これを2隻、あとは2次型、SX 級に対抗するための大型空母、これも2隻建造中なので、これを完成次第、小沢艦隊と、あとは第10航空艦隊ですね、近藤さんの艦隊に入れていくと。これで、連合艦隊の再建がね、一気に進むかなと思います。陸戦隊を下ろしたので、あとはサイパンの陥落報告を待ちましょう。まあ、ここまで来ると、もう敵の飛行場も潰してあるので、一方的な攻撃になりますね。まあ、今回も、うまく、一式陸攻で、投入できたというのと、あと、まあ、艦隊の損害で言うと、恐れていた第6艦隊の正規空母。まあ、随格と信濃が残ってくれたのでよしというところですかね。これがね、なくなってしまうとかなり痛かったんですが、千歳。これがね、撃沈されています。千歳、千代田が撃沈されている。まあ、ただ、信濃は残ってくれているので、正規空母2隻は健在。3隻の軽空母が撃沈されたという状況です。もう小沢艦隊もね、これによってだいぶ攻撃力が落ちてしまったので、この第10艦隊と、まあ、あるいは合流させてもいいのかなという気もしますが、まあ、ただね、やっぱ機動部隊を2つ持っておきたいなというのもあるので、しばらくの間はですね、このまま、小沢艦隊のね、火力が落ちますけども、呉で待機させて、昇格、随格が上がってくるのを待ちましょう。ちなみに、昇格型の3番艦、4番艦に当たる、降格、総格が7ヶ月後に建造が終わりますね。あとは、正規空母、風林火山。これが7ヶ月後、同じですね。艦載機数100という大型の空母です。では、忘れないうちに軍令部に行って、お金を受け取っておきましょう。いや、ここは2万3千円もらえるのは大きいな。で、次ですが、ビアクの基地攻略を目指しましょう。ビアク上枠を取って、ラバウルを救援するという作戦内容に変更していきます。では、今回はね、サイパングアム。これはひとえにトラック硫黄島ペリリューに一式陸攻新山、長距離の爆撃機を一気にね、かき集めてきて配備。戦艦、ヤマト武蔵と、あとは、第6、第10航空艦隊。まあ今、帝国海軍が持っている全戦力と言っていいと思うんですけども、その総力を結集して、攻略を進めた結果だと思います。では、今回はここまでさせていただいて、次回ですね、ビアク、ウェワクを攻略して、ラバウルの救援を行っていきたいというふうに思います。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか？ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録と Twitter のフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。